こんばんは。11月4日水曜日の夜ですね。お久しぶりの方もいらっしゃるかもしれません。今日も見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。今日は何日ぶりか分かりませんが、家からお届けしております。いやー、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日も終わりましたね。今日も一日本当にお疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。11月4日水曜日の夜、こんばんは、平山茂です。大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ。大丈夫だよ、大丈夫だよ。大丈夫だよ。大丈夫。大丈夫、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 大丈夫。大丈夫、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 あなたは大丈夫。大丈夫、大丈夫、あなたは大丈夫。ブブ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 。大丈夫だって。俺はただ大丈夫って言いたいんだよ。俺はただ大丈夫って言いたいだけなの。そうなの。大丈夫だから。
大丈夫だから大丈夫って言ってるの。わかる？わかる？わかってる？大丈夫、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 大丈夫。11月4日水曜日の夜ですね。こんばんは、平山茂です。11月4日大丈夫、大丈夫って。これね、なんか何気にね、やっぱ自分が見えてるっていうのがすごい嫌でね、なんか嫌だね、うん、全然見える必要はないんだけど。こんばんは、11月4日水曜日の夜ですねと言いながら、もう5日が近い、こんな時間になってしまいましたが、こんばんは、平山茂です。さあ今日も一日お疲れ様でした。本当にありがとうございます。見てくれてありがとうございます。いや、もう4日はね、終わってしまうんですけれども、でも4日、今日という日、休み明けですよ。昨日は皆さん楽しみましたか？楽しみましたか？お休みだった方、まあお仕事の方もね、楽しんだ方いらっしゃると思います。どんな一日を過ごしたんでしょうか。そして今日、休み明けの11月4日どんな一日だったんでしょうか。どんな一日だったんでしょうか。本当にお疲れ様でした。そして明日は5日、11月5日木曜日ね、115ですよ。115、いい子の日ですよ。いい子、いい子にしましょう。いいことをしましょうね。いい子になっていいことしましょう。明日11月5日は115、いい子になっていいことしよう、そんな日にしようじゃありませんかね。大丈夫だから、大丈夫、うん、大丈夫。僕の大丈夫を毎日聞いてたらね、大丈夫になるんだよ。そしてね、大丈夫をたくさん聞いてね、大丈夫だと思い始めたあなた、今度はあなたが人を勇気づける、人に大丈夫って言う番ですよ。僕からの言葉だけじゃ足りないんです。この日本、この世界、この大丈夫という言葉でね、みんなを元気にしたいんですよ。うん、何にも心配ない、大丈夫って、ただただそれだけで、ただそれだけでいいと思ってます。大丈夫だよって言ってあげてください。もちろん自分にも、自分にも大丈夫って言ってあげてください。そして身の回りの人にも大丈夫って言葉を使ってあげてください。すごい水が流れてきたよ。こっちだな。まあいいか。
大丈夫だよ。大丈夫。大丈夫。大丈夫。心配いらない。心配はいらないよ。大丈夫だから。ね。大丈夫。